マリア・モンテス・ソーリ・モンテス・ソーリの肖像がデザインされているセンリラ紙幣マリア・モンテス・ソーリはイタリアの医学博士、幼児教育者、科学者、フェミニスト、モンテス・ソーリ教育法の開発者として知られるマルケ州キアラバッテに生まれた、19世紀にローマラ・サピエンツァ大学医学部に女性として初めて入学した。当時は女性差別の残る時代だったため入学後、 男子学生と同室での系統解剖が許されず、別室で一人死体に向かいメスを取らざるを得ないなどの差別的処遇を受けたが、それらの逆境を乗り越え、1896年、イタリア初の女性の医学博士号を取得する。卒業後も女性が医師になることに否定的な医学会で、なかなか職が見つからず、医学とかけ離れた状況にあったローマ大学付属の精神病院に、 ようやく職を得た。当時の精神病院の患者たちは、鉄格子に囲まれた暗い部屋に監禁され、治療らしい治療が行われない劣悪な環境下にあった。医師として絶望的と言える。この職場で、マリアは、知的障害があるとされる幼児が床に落ちたパン崩れで、しきりに遊ぶ姿に目を留めた。それ以降、幼児の様子を注意深く観察するうちに、 何ら知的な進歩はないと見放されていた彼らが感覚的な刺激を求めることを認め指先を動かすような玩具を次々と与え彼らの治療を試みたその中で彼女は感覚を刺激することによって知的障害児であっても知能の向上が見られるという確信を得て他の障害児たちにも同様の教育を施したマリアが彼らに知能テストを受けさせると 彼らの知能が当時の健常児たちの知能を上回るという結果が得られ、イタリア教育界、医学界に衝撃を与えることとなった。1907年、障害児の治療教育で一通りの成果を上げた感覚教育法をマリアはローマの貧困家庭の子供たちに応用する機会を得る。ここにおいても知能向上で著しい結果を得、この方法を さらに追求するため、医師を辞め、ローマ大学に再入学した。再入学したローマ大学では主に哲学を学び、その後、南フランスアベロンで発見された野生児の教育に着手し、彼の観察と教育を行った、感覚教育の先駆者であったジャン・イタールの著書の研究を進め、知的、発達障害者教育の先駆者、エドアル・セガン医師にはなんだ。さらに、生理学。 精神医学の研究にも没頭。後に、モンテス総理教育と呼ばれる独自の幼児教育法を確立する。教育熱心だったマリアの両親は彼女を、ぜひ教師にと望んでいた。しかし、彼女は両親の反対を押し切って、イタリア初の女性医師となるも、結局、世界的な教育者となり、図らずも、両親の願いを叶えたことになる。 モンテス総理教育が確立されると、その方法は世界各国で支持されるようになり、世界各地に次々とモンテス総理教育を専門に行う子供の家が設立された。モンテス総理教育が急速に普及していく中、マリアは教師の質の重要性を認識、教員養成コースと1929年には国際モンテス総理協会を開設、資格取得制度を整えた。 現在でも、アミの国際モンテス総理教員に要請は厳密なことで有名であり、要請を受けて、教員資格を得た教師のみによる教育システムが維持されている。日本におけるアミ認可の教員要請書は、東京国際モンテス総理教師トレーニングセンターと、国際モンテス総理トレーニングセンターの2カ所である。イタリアのファシズムを逃れ、スペイン内戦が起こる1936年まで、 スペインに住んだ。第二次世界大戦時、戦争に反対するマリアは、息子の兵器を拒んだため、ムッソリーニ首相と対立、イタリアを離れることになったが、実は、戦前、女性運動に関わっていたマリアはフェミニズムに理解を示していたムッソリーニと一時期、交流もあった。この点が、ノーベル平和賞の候補時に問題視されたと言われている。モンテス総理教育の生徒には、 アンネ・フランクや、ジャクリーン・ケネディ・オナシスをはじめ、世界中に、数多くの有名人がいるが、ワシントン・ポスト市の経営者及び、ジャーナリストだったキャサリング・ラハム、アマゾン・ドット・コムの創立者、ジェフ・ベゾス、グーグルの共同創立者、セルゲイ・ブリント・ラリー・ページ、ウィキペディア創設者、ジミー・ウェールズ、なども、モンテッソーリースクール出身者である。ロバート・ W ・アーィンの長女で、 玉成保育専門学校創設者のベラは、1913年にイタリアで国際コースを受講し、マリア・モンテッス総理から直接指導を受けた。1938年に、インドの新知学協会の会長、ジョージ・アルンデールとツマルク・ミニー・デイビー・アルンデールが、オランダのモンテッス総理スクールを訪問して、官米を受け、インド政府により、インドに招待された。 インドの文化センターで、新地学徒たちと共に研鑽を積み、マハトマガンジー、ラビンド・ラナート・タゴールとも交流。インドで多数の講演を行い勢力的に執筆し、モンテッソーリ教育の基本的で重要な概念である、宇宙的秩序理論に基づく、宇宙的教育を体系化した。第二次世界大戦のため10年近く、インドで過ごした。 教育者としてのみならず、マリアは一人の女性としても多くの足跡を残している。20世紀初頭における女性の社会進出の最先鋒として男性と対等な地位を獲得したほか、私生活ではシングルマザーの先駆けともなった。一人息子マリオは幼少時、養父母に預けられたが、10代で彼女に引き取られた後はマリアの教育事業を手伝い。 モンテス総理教会会長として、モンテス総理教育の普及に先進した。また、マリアは、晩年、世界平和と子供の尊厳を訴える運動を、世界各国で展開。その功績が認められ、1950年、ノーベル平和賞の候補にも挙げられている。1946年に76歳で、インドからオランダのアムステルダムに戻り、その後は、 インドとヨーロッパで過ごした。1952年に81歳の生涯を閉じる。オランダの北海沿岸の町、ノールトバイクアーン勢のカトリック教会墓地に眠る。イタリア通貨がユーロに切り替わる以前に流通していた、イタリア線リラー紙幣には、マリア・モンテス総理の肖像画と、その学習風景が描かれていた。ハット後に、マリアの事業を引き継ぐことになった一人息子。 マリオ・モンテス総理は、非政治であったが、彼女はそのスキャンダルから、追放同然で医学界を去ったとも言われている。W.E.N. マリア・モンテス総理4時45分、5セプテンバー2007ユキコ・アーウィン、フランクリンの果実文芸春秋、1988、P41 から43レイチェル・ストーム著、ニューエイジの歴史と、現在引く地上の楽園を求めて、高橋岩を、 小杉英、両役、角川書店、角川選書、1993年、326ページ。米熱美香、モンテッソーリーとガンジーにおける歴史的、思想的接点と、道徳教育的死座東京大学大学院、教育学研究科企業。52巻、2013.3、ピアニッシモ、13から22、前野江光一郎。 モンテッソーリの教育思想における宇宙的秩序。青山学院女子短期大学総合文化研究所。年俸12、89から99。2004年12月25日。青山学院女子短期大学。ありがとうございます。